では聞いてあるコミスをやっていきたいと思います。今日はですねアークの中で恐竜の見つけ方というところをね主眼において話をできればと思います。まあ、どういうことかっていうと恐竜の見つけ方って結構アークの中でコツあるよねとか恐竜の湧き方ってアークってこういうシステムで湧いているよねというのがあるんですよ。なのでまあやっぱりね何年もやっていてそういったものが前提でプレイしているっていうところがあるので、まあ、自然に何も言わず生放送とかで、まあ、やっちゃってたりまあなんか単語とかパッパって使って参加者と一緒にやってたりするんだけど今日はちょっとそこを深掘りして恐竜をアークで見つけるときってどういう風にベテランサバイバーをやってるのっていうところで僕がやってるやり方ね、まあ、ぜひね、まあ、もちろん効率いいやり方とかもっとあると思うのでそこら辺はコメントで教えてほしいんだけど僕がやってるやり方っていうのをアークでの恐竜見つけ方やっていきたいと思います。ということで本日の目次こちら1つ目アークの恐竜について2つ目恐竜の見つけ方で最後に物作戦争やってみたいと思います。それではまず1つ目にですねアークの恐竜についてなんですけど、まあ、今回はね恐竜をどういう風にこの、まあ、アークのゲーム内で見つけていこうかとかあとはスポーンを回していこうかとかっていうところでね、まあ、話をしていくんだけど、まあ、アークとしてはね恐竜をテームして仲間にしてでブリーディングして育ててみたいなそういったコンテンツのゲームなので、まあ、やっぱりね恐竜を探すっていうところがスタートになることが結構多いんだよね。まあ、テームするとかトラップ作るとかは、まあ、次のパートになって、まあ、やっぱり最初はまず見つけようねっていうところになると思うんだよ。なのでそんな中でまずその見つけるという第一ステップね最初の一歩というところに関してどういった動きを、まあ、ベテランサバイバーはしているのかなという風な形の掘り下げ方をできればと思っておりますので、まあ、特に初心者の方とかは、まあ、こういった動画で、まあ、こういう風にアークなってるから、まあ、やっぱりギガノトとかは特に出づらかったりするんだけど恐竜これいませんとか結構ね、まあ、なんか来たりするのでコメントね、まあ、そこら辺も、まあ、もしかしたら役に立てれば嬉しいかなという風に思っております。ということで早速なんですけど今回の、メインの、目的である恐竜の見つけ方というところをやっていきたいと思います。でまずね恐竜の見つけ方っていうところって、まあ、例えばなんだけど、まあ、プテラノドンをね見つけましょうっていう形にすると、まあ、そこにいるんですが、まあ、普通にいるからあれなんですがこういった恐竜をまず探すときに何が必要かというとこのプテラノドンを見つけようとしたら、まあ、例えばここ今いるマップはロストアイランドなんでまずロストアイランドにそもそもいるかっていうところになるのってでこれに関してはですねアークを開発している会社運営している会社ワイルドカードっていう会社なんだけどそのワイルドカードが自分たちで自分でウィキ作って持ってるんだよね。なのでそのウィキに行ってもらってでマップごとにいるかいないかっていうのがあるのでマップのページに行ってもらってでいたらまあさらに深掘りしていきましょうっていう形になっていたら次はスポーンマップっていうのを見ていきます。でスポーンマップに関してはですね一応 URL をね貼っておきますので動画詳細欄行ってみてもらってまあ見てくださいって感じなんだけど、まあ、ただちょっとアメリカの企業なんで全部英語なんでそこは難しいんですが、まあ、とりあえずスポーンマップを見に行ってで恐竜を検索してどこのエリアにいるか、まあ、例えばロスアイランドだとちょっとちょっと地図がねあれなんですけど、まあ、こういった全体図が出てきてそこにですね丸が出てきますのでそこに行けばいいっていう形になりますのでそういったね見つけ方をしていきます。で一応 PC で見た方がよくて PC で見るとマウスのポインターを合わせると座標が出てきますのでスポーンマップに関してっていうところなので、まあ、単純にこのロストアイランドでリーパー探そうとかロックドレック探そうって言っても出ないしいないから、まあ、そもそもね意味がないっていう形になるので、まあ、そういったところでもともとねいる恐竜っていうのをちゃんと確認しているのであればスポーンマップに進んでもらってスポーンマップからいる場所っていうのを見てくださいっていう形になりますね。なのでそういった手順でまず第一段階としてはこのマップにその恐竜がいるんかいっていうのといるのであればこのマップのどこにいるんかいっていうのをねまず調べていただくといいかなというふうに思っております。でまずねこの第一段階が進むことによってじゃあ住んでる場所が分かりましたという形になるとじゃあそこに行きましょうっていう形になります。でいるいないがまあそこで出てくるんですがどういったアークの恐竜の湧きシステムになっているかというところがね次のポイントになってくるんだけどアークっていうのは、まあ、さっきも言ったんだけど基本的にマップごとに区切られています。なので例えばここだとロストアイランドなのでロストアイランドの一つのマップで、まあ、一つの国みたいな感じでロストアイランド全体で、まあ、一つのカウントになるんだけど全体のマップの中でのスポーン上限っていうのが恐竜が出現できる上限っていうのがまず一番根底にあります。一番底の方にね。でその上に
各エリアごとの恐竜で、さらに海洋生物とか肉食生物に分けられるっていう形なんだよねっていうところなので、結構ですね、あの分岐に分岐を重ねているっていうところになるんですよ。まあそういった分け方が、あの基本的にはアークはしてます。なのでこの原理を利用して恐竜を見つけようとするとどうするかというと、まあ、まず現地に行って今の時点で行った時点でいるかいないかまず見るよね。でいない場合がまあ結構多いと思うんだけど、その時にどうするかというと、まあ、一応手段は2つあって、まあ、スポーンマップで見た別のポイント、ここじゃないポイントに行くとします。で、それでもいない場合もあるんだけど、そういった時はどうするかというと、パターン B になるんだけど、2つ目の手法としては、まずここの地域の生物を倒してキルをして新しいスポーンを促します。新しい生物をスポーンさせるために今いる生物をキルする、倒す必要がありますっていう感じなんだよね。でさっきの、まあ、あの恐竜の湧き方のベースの部分が役に立ってくるんだよね。まず一番ね、あの小さい規模で言うと、そのエリアの海洋生物か地上生物か飛行生物かっていう形になるから、例えば今このワニのサルコがいるんだけど、サルコじゃなくてバリオニクスっていうね、まあ、あの水の海洋生物っていうのかなっていうところをね、あの見つけたいと思ったら、このね、あの陸にいるパラサウロロフスとかトリケラトプスとかっていうのを倒しても意味が、まあ、あんまりないんだよね。一応まああるっちゃあるけど、基本的にはあの優先されないっていう形になるんだよね。なので同じエリアの同じ属性の種族を倒さないといけないんですよ。なのでよくあるのがシーラカンスっていう小魚というか、まあ、魚がいるんだけど、まあ、これはセイバートゥースサーモンか、まあ、とりあえずセイバートゥースサーモンとかピラニアとかシーラカンスとかこういう川とかにいる魚ってめっちゃいるんだよね。で、あの同じなんだよね、スポーンの枠というものが、さっき言ったワニとか、あとはスピノサウルスっていうものが。でこのスピノサウルスがよく見つかんないっていうのが多いんだけど、スピノサウルスは、まあ、あの王道ではあるんだけど、とりあえず川の生物をしばきまくると結構出る可能性ありますよっていう形になるんですよ。なぜかというと、生物の枠というものが陸上じゃなくて海なんだよね。海なので、あの一応ね、海っていうか、まあ、川も含まれるんだけど海洋生物になるんだよね、まあ、水辺の生物になるので、まあ、要するにシーラカンスとかをしばくことによって、シーラカンスがこの一体が死ぬことによって次の生物が、あの生まれる余剰が出てくるって感じなんですよ。でその時に、あの普通にドードーとか倒すと、ドードーって陸上の生物になるので、あのこいつを倒したところでトリケラトプスとか、あとはですね、まあ、さっきのパラサウロロスが次の、あのスポーンする抽選に入るので、そこにスピノサウルスとかはいないんだよね。なので、まあ、こういった鳥とかもね、イクチオリニスとか、これ鳥なんだけど、こういった鳥を、倒したとしても、次のプテラノドンとか、まあ、イクチオリニスが生まれるだけで、スピノサウルスとかは生まれないって感じ。例えばね、こういった海洋生物を見つけようと思ったら。っていうところなので、そういったね、形があるので、かなりですね、ここはね、地味に知っておいた方がいいっていうのがね、ポイントとしてはあります。基本的には今いる恐竜っていうのが倒さないと次の恐竜っていうのが湧かないんだよね。でなぜかっていうと、マップ全体に湧く恐竜の生物の上限がある。でさらにその上限に関してはエリアと地域というのがあって、で一番ね、気にしなきゃいけないのが基本的には海洋生物とか、あとは陸上生物、そして空を飛ぶ飛行生物っていう形の、まあ、ざっくりね、さらに細かくあるのかちょっとね、そこまでは詳しくわかんないんだけど、大体そんな感じのね、3分割されてるんだよね。なのでそういったところで基本的にはいない場合は誰を倒すかっていうのを決めていく必要があります。で、まあ、そういったね、見つけ方をしてくださいっていうのがね、結構ね、まあ、王道な、まあ、ベテランサバイバーだと、まあ、よくね、いないなら、シーラカンス倒してスピード沸かせようでとかね、まあ、特にジェネワンとかであるんだけど、まあ、そういったね、形になってくるかなというふうになってますね。あとはね、もっとね、手っ取り早いのがあって、それは何かというと、コマンドが使える状況、ローカルオフラインサーバーね、オフラインサーバーとか、あとは自分が権限持ってる非公式サーバーでは、ワイルドデストロイというね、コマンドがありまして、これ何かというと、まあ、今ねコマンドやるんだけど、今目の前の恐竜全部消えると思うんだけど、まあ、消えたんだけど、まあ、このような形で野生恐竜を一回全部消すっていうコマンドあるんだよね。
でこれやると全ての野生恐竜が、まあ、いなくなって恐竜のスポーンの抽選が始まるっていう形になるので、で、まあ、あのスポーンマップを見てもらうと分かるんだけど、もちろん恐竜によってあのスポーンする確率、まあ、ガチャでいう引く確率、まあ、あのノーマルと SSR はやっぱ確率違うよねっていうのがあるので、まあ、さっきから結構引き合いに出しているスピノとかは結構 SSR とか SR みたいな結構レアな感じの恐竜なんだよね。なので確率が多いシーラカンスにスポーン枠を圧倒されてしまうみたいなっていうのがあるんだけど、そこら辺も含めて再抽選がもう一度行われるので、まあ、結構ねこのワイルドデストロイっていうのは手っ取り早くて便利かなっていうので、まあ、よくデストロイをやるとか、まあ、聞くと思うんだけど、アークやってるとそれはこういった意味なんだよね。全てのスポーンをバッと消してでもう一回再抽選させるというような形になってます。で、まあ、ギガノトとかはね、あのぶっちゃけあの今話したことから結構あのなんていうかな、それていてっていうか、まあ、原理は一緒なんだけど確率がマジで低いから正直ねそこは運ゲーになるので、まあ、ギガノトに関してだけはぶっちゃけね、あのいるエリアとか、まあ、探し方とかあるんだけど、まあ、そこら辺の生物しばくとかね、まあ、あるんだけど、まあ、正直ね運の要素がめちゃくちゃ強いから、まあ、そこまでギガノトに関してだけはあんまりね、まあなんていうかな、決め打ちとかがっつりやらないでいたらいいな高レベルでみたいな、でさらにいたら命令が高ければいいな、攻撃力が高ければいいなみたいな感じでやるのがいいんじゃないのかなというふうに思いますね。そういったやり方じゃないとちょっとね、あの例外としてギガノトだけはまあちょっとやべえかなみたいな感じに僕は思ってますね。という感じで恐竜の見つけ方としては、まあ、全体のマップのですね、あのスポーン枠があって、でさらにまあエリアで、さらにあの地上生物とかその恐竜の種族ですね、種族というか、まあ、対応する地上生物で飛行生物海洋生物みたいなのがさらに分けてあるので、まあ、そういった中で再リスポーンですね、抽選、まあ、ガチャみたいなもんだね、それを繰り返して恐竜はどん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 循環して生まれていくっていう感じで、ここまで聞くと頭いい人分かるんだけど、海洋生物、海の生物って川の生物ね、さっきのバリオとかあとはサルコとかスピノとかは川に関しては陸つながりが多いので陸の生物と戦って死ぬことがよくあるんだけど、本当の海洋生物、本当っていうか、まあ、海の生物、あとはモササウルスとかあとはイカのチソテウティスとかアンコウとか、そういったねこの海にいる生物に関してはどの生物も敵対しなくて、一応メガケロンが敵対するんだけど、メガケロンが一方的にみんなからボコられるだけなんで、まあ、あんまりあれなんだけど、基本的には海洋生物って自分でキルしないとほぼほぼ再リスポーンしないので、で一応ですね、あの仕組みとしてはデスポーンという機能もあります。スポーンして生まれて一定以上経つと自動的に消滅するっていうね、まあなんかあのそういった寿命みたいなのがあるんだよね、恐竜って生まれると。でそういったものもあるんですが、まあ、 あの結構時間経たないと無理だから、そう考えるとそこのねデスポーンというものに頼るのは結構運ゲーなので、まあ、デスポーンする直前にたまたま見てあ消えちゃったとかはあったりするんだけど、まあ、あんまり本当にないからデスポーンに関しては、まあ、基本的には、まあ、そんな期待しない方がいいんじゃないかなっていうところで、まあ、あのデストロイコマンドとかあとは実際に恐竜をキルしていくというような流れを取らないと結構厳しいんじゃないのかなというふうに思いますね。なのでイベントから恐竜とか高レベル恐竜とか自分の目的の恐竜っていうのはそういったやり方をして見つけていくといいんじゃないかなっていうふうにね僕は思ってますね。ということで最後に物欲センサーやっていきたいと思います。物欲センサーねありますので皆さんね本当にいない時あります。今僕が説明したのはあの理論値です。はい、理論値なので、あの正直こんなうまくいきません。はい、あシーラカンスがいっぱいいてスピノいないな、じゃあシーラカンス倒すか、あースピノ出た出た、なんてうまくいくことそんなないです。はい、なので、まあ、ぶっちゃけここまでいって あれなんですけど、ほとんどねあの運ゲー要素が強い、まあ、ランダム要素が強いから面白いっていう部分もあるんだけど、気を張り詰めてやるのもまあ微妙かなっていうところになるので、まあ大体ね楽な気持ちでやるといいんじゃないのかなというふうには思いますね。まあ、いなかったらもうとりあえずスポーンするエリアっていうのをぐるぐる回って飛行生物とかでサクッとね、でその後本当にいなかったらそのエリアっていうところを、まあ、しらみつぶしにいろんな恐竜を、まあ、しばいていってみたいなっていうところがいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。まあ、じゃないとね精神衛生上なかなか良くないから、特にギガノトとかは狙いを定めてやると多分10時間やっても見つかんないことはマジで普通にあるから、まあ、そこら辺で結構ね厳しい部分もあるので、まあ、やっぱりね、まあ、なんていうかな、結局は運ゲーというねところもありますので、そ
法ね、まあちょっと分かっていただけると、はいじゃないと結構厳しいからね、うん、なかなかねきつい部分になってしまうので、そういったところでね、まあ結構ランダム性があるっていうのは一期一会で楽しいねアークの要素でもあるんですが、マジで欲しい恐竜とレベルと色がいない時があるので、その時はまあ辛いよねっていうね話になっております。はい、なのでね、理論値で振れ幅があるというねことをね分かっていただけると、まあいいんじゃないのかなと。このやり方をやってから絶対出るっていうのは もちろんないので、まあこれは感想で効果を保証するものではございませんみたいな、ドモホルンリンクルみたいなね注釈入れないといけない感じなので、この動画に関してはね、はい、なのでまあそういった形でね、まあ見ていただけるといいんじゃないかなみたいな。ただまあやらないより知らないより知ってた方がいいので、こういった仕組みで恐竜っていうのは湧いてるよっていうね、さっき言った全体のスポーンがあって、でさらに個別のスポーンがあって、いろんなね地上生物、海洋生物、空の生物ねっていうところで、まあそこに絞って倒していったりとかで、エリアを見つけていったりっていうのが大事だよっていう形です。で一応ね、最後にねスポーンマップをねよく使ってた俺の感想なんだけど、まあギガノトでね結構分かったんだけど、狭くてスポーンの確率が高い地域より確率が低くてスポーンエリアが広い方がいいです。なのでこれは覚えておくと豆知識としていいんじゃないかなと思いますので、ギガノトのロストアイランド今特にここでね結構分かったので、まあそういったところでスポーンマップは見ていただけると、多分ね実際に使った方がいいから、実際に使ってみてね、どんな感じかってやってみてください。まあ口で言うのもあれなので、多分ね実際にやった方がいいと思うので、一応 URL 貼っておくので、で全てのマップのスポーンマップあるので、まあ名前をねちょっと英語名なんだけど入れていただいてやっていただくといいんじゃないかなというふうに思っております。あとはね、ぜひね、みんなのね、恐竜の見つけ方とかあればね、まあデストロイと恐竜をキルする以外あんまりないと思うんだけど、まあシステム的にね、どうしてもね、なんだけど、まあぜひね、こういった方法とかおすすめだよっていうのがあればね、コメントいただければ幸いです。結構ね、アークってその説明書とかがマジなくて、多分みんなが探り探りで、おー、なるほどみたいな。で、そういったスポーンマップとか見て確率書いてあって、あ、そういう意味みたいな感じで読み取っていかないといけないね。ちょっとね、ハードなところあるので、はい、みんなでね、そういった知識が共有できれば嬉しいかなと思っております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくね。こういう動画の他にもね、参加勢と一緒にマルチプレイで楽しく打ち上がるとかで遊んでいるゲーム実況動画もあるので、ぜひそちらもチェックしてみてね。最近はね、マインクラフトで中世ヨーロッパを作る企画をやってるよ。じゃあね。